里崎チャンネル。ちょっ。こんにちは。あの前にタバコ。はい、すいません。今日忘れるな。なんかよく覚えてますね。いや、吉根、そっちに近くに寄っていったから、あ、覚えてんだと思って見てたら、喋り出したから、あ、覚えてないんだと思って。なんでこんなすぐ寝てちゃうんだろうな。前に、まあ、タバコ事情を聞いたじゃないですか。やっぱりタバコも聞いたら、なんかお酒についても聞きたいなと思うんですよね。飲酒っすか。はい。いや、めちゃくちゃ飲んでそうだなっていう。そうですね。だからまあ、はい、タバコも吸う人いますけど、はい、やっぱお酒も、やっぱガンガン飲んでますよね。だって関係ないですもん。いや、でも関係あるんじゃないですか。次の日二日酔いの人とかいそうじゃないですか。でも楽だからね、試合はね。楽じゃないでしょ。いやいやいや、こんだけね、生活命をかけてやってる野球、楽じゃないですよ、絶対。でも、できちゃうんだよね。体力的にいらないんで。でも、僕、二日酔いはないんですよね。あ、ないんですか。でも、二日酔いってどういう感じなんですか。なったことないんですか。いや、わかんない。それが二日酔いかわかんないから、ちょっとわかんない。じゃあ、吐いたことは朝に。朝とか、まあ、その…いや、飲んでて吐くときはあるんですよ。じゃあ次の日吐くことないんですか。次の日吐いたことは一回もないんですよ。寝て起きて吐くんですか。いや、私も結構お酒強い方なんですよ。なので、はい、次の日に吐いたことは本当に一回しかないんですけど、もう次の日気持ち悪くて、あ、もうダメだってなってトイレ行くんです。朝、まあ、朝とかちょっと体調戻ってきたというか、お昼とか。寝た後に、寝て起きた後にってことですか。起きた後ってことです。そうです、そうです。そんな一回もないです。どういう、だから分かんないですよ、二日酔いが。だから、俺二日酔いかも分かんないけど、はい、二日酔いかが分かんないから、その基準知りたいですね。二日酔いですか。まあ普通に寝て起きるじゃないですか。もう喉カラッカラになってるんですよ、結構。で、あと頭も痛いし、もうとにかく気持ち悪いし、だるいし、もう、気持ち悪い、って感じです。もう、だるい、だるい。それが、もし二日酔いの定義だと、はい、一回もないです。もうガンガンね、はい、あの前どっかの動画で喋ったことありますけど、はい、だからシャンパンとか乾杯って言って、はい、ボトルのまま乾杯して、はい、ボトルのまま一気するっていうのをやって、はい、朝方帰ってきて寝て、はい、でまあ昼ぐらい起きますよ、ナイターだからね、昼ぐらい起きても、はあ、朝か、はいって言います。いや、それ絶対、まあ、こうやってボトルとか飲んでるじゃないですか、その場というか、もうその時にじゃあもう入っちゃうことはあるってことですよね。でもそんなないですけどね。ないんですか。はい、じゃあお酒どうやって出してるんですかね。わかんないですけどね。私逆にその場で吐いたことほぼないんですよ。その日のうちに吐いたこと多分なくて。だから僕ご飯とお酒を一緒に食べたり飲むと気分悪くなるんですよ。ああ。だからご飯食べ終わったからだったらいくらでも飲めるんですよ。はい、じゃあもう。ご飯がクッションになってくれてるんですかね。わかんないですけど。すごいですね。ご飯食べながらお酒飲むと気分悪くなるんですよ。はい、でももう、そう分けちゃうと、はい、その後いくら飲んでても全然大丈夫です。はい、酔っ払ってこうなんか変にこんなにはなったなんないですか。なんないですね。だって酔っ払わなくてもテンション高めでいきます。じゃあ記憶は。記憶がなくなったことも一回もないです。はい、一回もないんですか。どう、だって何がなくなるんですか。記憶がなくなるんです。いや、だってどうやって帰ってきたかも、はい、全部わかりますよ。わかります、はい、もう記憶がない時って本当に不安ですよ。起きたら家みたいな。はい。起きたら家にいるんです。一回もないし。ないんですか。じゃあお財布とかもなくしたことないんですか。ないですね。すごいですね。いや、でも野球選手みんなそうってわけじゃないですよね。でもみんな飲います。だからキャンプとかでも、はい、食事会場にお酒ありますもん。あ、そんなあるんですか。普通にだからもし差し入れとか来ると、はい、それの飲んでいいですよみたいな感じで、はい、お酒が、はい、もうバーンって置かれてるんです。なんか氷の中入って、はい、で飲んでいいですよみたいになるし、ない時は、はい、晩酌する人は自分で頼んでお金払って、はい、ホテルなんでね、飲んでますよ。だから普通の試合終わってからでも、外出かけない人とかでも、はい、食事会場で、うん、ホテルなんで、はい、自分で注文してお酒ガンガン飲んでますよ。いや、多分普通の量飲むのは、まあ、普通の会社員の方でも、多分、まあ、普通のことじゃないですか。うん、まあ、晩酌しないと眠れないって方もいますし、だけど、結構野球選手って日々こう
まあ、遠征先とかで飲みに行って、うん、ガンガン行くの、ガンガン飲んでるイメージあって、一回だって、ね、若い時ですけど、はい、モスコミュール30何杯ソルティードック60何杯とかを5、6人で飲んでました、はい、選手で。へえ、なんかダーツバーみたいなところで。え、それ誰も潰れないんですか？誰も潰れない。いや、そうでしょだってあの、ダーツバーみたいなところでみんなで、はい、ダーツしようやって言ってダーツ勝負しててガンガンで、はい、あの飲んでて負けたら飲むみたいな とか普通に飲んだりして、で朝まで行って、はい、でじゃあ帰ろっかって、うん、帰った時に最初あのお会計でレシートで、はい、あのそのもう何とか何十何杯何とか何十何杯で何十何もうめっちゃあって、おめっちゃ飲んだなみたいな。え、テキーラとかでも大丈夫ですか？うん、大丈夫だねすごい。じゃあ弱い選手っていなかったんですか？いたと思うけど、はい、無理やり飲ますことはないから。あ、まあそうですよね。そうえ、もう逆行で全く飲めない選手とかもいました？いや、俺が一緒に行く人ではいなかったね。へえ。みんなガバガバ飲んでた、普通に。へえ。もうガバ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 ガ先発ピッチャー投げたら次の日試合ないじゃん、はい、でだから朝まで飲んで、うん、飲んだ勢いで来るのね球場、はい、どうせ試合出ないから、はい、でこっちは試合出るから準備してるところでトレーナー室とかで横になってるの見てたらもうぶん殴ってやろうかと思うくらい、はい、いやでもまあ昨日頑張ったし、いやいやでもお前は昨日の1試合でよかったかも分かんないけど、はい、他の全員は浦川さんも含めて全員は今日の試合勝つために準備して今から行くわけやとね、人が見えるようなところでそんな寝てるとか横になんなみたいな、あ見えへんところでやれ、士気下がるんだよって、あ、まあまあね、先輩なのにブチ切れてやったんです、うん、ブチ切れたんですか直接士気下がるんだよって言って、俺らは今から戦いに行くんだよって、うん、それは自分は今日何もないからいいかもしれんけど、別にね飲みに行くなとも言わないし、はい、別に朝まで飲むなとも言わへんけど、それを全員が分かるところで態度で示すんじゃねえよって。やけ酒かもしれないですよ負けた、そんなん関係ないそれを見せんなっていう話。そうです、先発ピッチャーって次の日必ず来ないといけないんですか？うん、そう、遠征先だと特にね。ああ、そうで、次の日来て次の日休みだったりするよね。あ、そうなんですね。え、じゃあバッターでもうちょっと今日昨日はちょっと飲み過ぎちゃったよみたいな人ってあんまり見たことないんですか？でも俺はそれは許せると。あ、許せるんですか？だって試合出るじゃん。あ、まあ出ますね、はい。だからそこは自己責任じゃん、はい、出るし、出るかもしスターターじゃなくても出るかもしれないから、はい、自己責任だよね。まあそうですね。もう絶対出えへんやつがその態度見せてるのが腹立つんだよ。ああ、なるほど、そこの違いなんですね、うん、まあ出るって分かっててやってるっていうのありますか？今日もし投げてるのに、うん、今日投げなきゃいけないけど朝まで飲んじゃってさちょっと寝とくねだったら、はい、おいおい大丈夫かよってなるけど、絶対出えへんからそっか、ベンチにも入んないし、はい、メンバー外だから、うん、え、じゃあその結構二日酔いで、え、大丈夫ちょっとちゃんと準備してよって言ったピッチャーがズタボロにもし打たれたとするじゃないですか、うん、そしたら何にも思わないですか？それは思わない。あ、もうそこはいいんですね。うん、まあ、ちょっと二日酔いのせいじゃないと思わない。それは人のこと言えないじゃんね。まあそうですね。なんか言って、あ、今日ええか出てるやん気合いみたいなね、はい、そこはもうお互いさ、そこは別に何とも、まあ、なるほど試合出てる以上、へ、俺はね、はい、見てる人は知らないよ。試合出てる以上、まあ出たから OK、うん、自己、あ、そこはもう自己責任でしょ、うん、みたいな感じで、うん、あれだけど、まあ見てる人はね、はい、視聴者の皆さんは、はい、一緒だろうっていうねそんなね、気もします。でも違うんですよ、今日絶対出ないと思って朝まで遊んでるやつと、はい、出るけど朝まで遊んじゃって勝負してくるやつは違うんですよ勝負って言うんですかいや、なんか普通だったら明日その仕事があるんだったらもうちょっと控えとけばって思っちゃいますけどね。あ、うん、でも先発ピッチャーは、はい、あとあの週1なんで、はい、投げる前から禁酒したりしてるんですよ、うん、あ、だから渡辺俊ちゃんは、はい、うん、お酒好きなんですよね、はい、好きなんですけど登板2日日前ぐらいから禁酒してるんですよ、はい、その登板に向けてね、うん、でして投げてから次の日行ったりするわけですか、はい、先発ピッチャーね、うん、このだから前日とかにも遠征先でもまあ出なかったりとか、はい、だから先発ピッチャーは結構ストイックに投げる日に向けては準備していくんで、はい、要は投げた後っていうのは解放されるんですよね。だから飲んじゃう、だから飲んでもいいけど見せんなよって話です。そうですね
あでも確かにもう今もそうかわからないですけど、則本投手、うん、もうシーズン中は確か禁酒してたと思うんですよね。そうだから先発ピッチャー、先野球でいうとね、うん、先発ピッチャーが一番アスリートですやっぱり。まあやっぱそうなんですね。まあ週1っていうのも投げるのもあるし、うん、勝負どころっていうのもあるんで、うん、それに向けてこんな計算し尽くされた食べるものとか、うんはい、飲むものとか、うん、そのドリンク補助食品なんかも含めて計算し尽くされて登板日迎えてっていうのの1年間やっていくんで、はい、まあ難しいと思いますけど、うん、でも所詮週1やん。そうですね。俺ら収録そうですね。10点取られても次の日スタメンマジ地獄。いやでも確かに先発ピッチャーね、そう思うとアスリートというか、まあ、合わせるって意味では、うん、だから野手はね、ガンガン飲んで、はい、ガンガン吸って、はい、いけなきゃプロじゃない。いやまあそれこそね、プロ野球選手感もありますよ。だって、はい、出てくるビールは出てくるもん。だってあの地方行くと、はい、球場から球場、県またいで移動するときとか、はい、北海道でも釧路から帯広とか、新潟から金沢とか福井とかってバスで移動長期の時とかはもうビール出るもんね、バスの中に。はい、飲みたい人いるみたいな。すごいですね。なんかクーラーみたいなドーン来てキャンプみたいに、はい、飲みたい人いる、回し回してみたいな感じで、はい、でもうあのバスで中で酒盛りすく、はい、その2時間とか移動の時に酒飲みながら。すごいですね。でもう着いた時には全員結構いい感じ。出来上がってんですね。だからもうガンガン飲むね。もうガンガン飲むし、だからもう何でも飲む、はい、酒も日本酒、ウイスキー、うん、焼酎、しかも焼酎なんて、はい、ロッテなんて鹿児島で芋焼酎のメッカでアホみたいに飲んで、はい、沖縄で石垣行って、はい、青森アホみたいに飲むっていうね、はい、すごいなぁ。いやでもさすがアスリートですね、皆さん。だからまあ全員が全員じゃね、タバコの時と一緒で、はい、全員が全員じゃないですけど、はい、あの酒の方が浴びるように飲んでるかも分かんないですね。いやでもこれは絶対佐藤さんもう人生の中で経験なんで、絶対記憶なくす、お財布なくすやってみた方がいいですよ。どうやったらなくなるんですか逆に。いや分かんない、それは分かんない。だってシャンパンとか一気で飲んだり、ワインボトルごとで一気で飲んでもなくならなかったら、はい、もう死んじゃうよ俺、なくす前に。じゃあ空腹でちょっと強いお酒を入れてみるとか、うん、でもそしたら多分吐くと思うんだよね、その場で。あ、吐いて、うん、だから記憶残らないじゃない。そうかな。どうやったらなくすんでしょうね。分かんない。私も記憶は2回しかなくしたことないんで。うん、十分だ。俺0回だからね。はい。でもその1回で財布なくしましたから。だから萌えちゃんみたいなやつとか一気飲みとか、はい、するしても別に記憶なくならないから。はい。ワインとかもボトル。じゃあちょっとなくす方法をいろいろ研究してみてくださいよ。いや、あの記憶、生命なくす可能性あるんで、それで。まあ、それは聞けないよ。本当にボトル飲みとか、こう、一気はね、ダメ。皆さん、絶対真似しないで、バカだから、はい、あの、笑ってやってますけど、皆さんね、真似しないようにしてもらいたいですね。はい、あの、楽しく、安全にお酒は飲んでください、本当に。でも、そんなに野球はやっぱり関係ないですね。はい。お酒もタバコも関係ないんですね。うん、所詮、ここでしょ。スキルがあれば。はい。